イスラエル博物館内の第二神殿の模型。第二神殿は、紀元前516年から紀元後70年までのアイダイルサレムの神殿の丘に立っていたユダヤ人の重要な神殿である。それは、紀元前586年のバビロン保守の際に破壊されたソロモンの第一神殿に代わって建設された。 紀元前538年にアケメネス・アサペル社の王位を継承したキュロス2世はエルサレム市街地の復興とエルサレム神殿の再建を行った人物の有力な候補である。聖書によると、ユダヤ人がキュロス2世の命令によってバビロン捕囚から解放されエルサレムに戻った際、ユダヤ人たちがバビロンに捕囚されていたおよそ70年の間破壊されたまま放置されていた。 ソロモンの第一神殿があった場所で神殿の建設が始まった。ユダヤ人が補修されて空白となったエルサレムに別の場所から移住してきた他民族が神殿の建設に反対したため比較的短期間の休止があったものの、紀元前521年、アケメネスアサペルシアのオーダレオス一世の下で神殿の建設は再開され、紀元前517もしくは518年、 ダレーオス一世の統治6年目の間に完成し、神殿で奉検式が行われた。ローマ帝国は皇帝のティトゥスの下で、西暦66年にユダヤ戦争を始め、ユダヤ人の敗北が決定的になった西暦70年のエルサレム包囲戦において、エルサレムと第二神殿は破壊された。以後エルサレム神殿は再建されることはなかった。西の壁の下部は、 テロで神殿の遺構を残す数少ない部分であり、嘆きの壁として現存している。古典的なラビ文学は、第二神殿が420年間経っていたと述べられており、2世紀に書かれた年代史である EN、セイガー・オラム・ロバに基づくと非宗教的な推定よりも166年、遅い紀元前350年に建設されて70年に破壊されたとされる。 紀元前20年から19年のあたりに、ヘロデ大王が、第二神殿の再建と大拡張工事に着手し、大王没後の AD62 から64年頃に、完成した神殿は、ヘロデ神殿と称される。ヘブライ語で、放浪の場所へと、名が打たれた石。ベンジャミン・メーザーによって、神殿の丘の南側下部で発掘され、第二神殿の一部であると考えられている。 聖書の記述に基づくと、バビロン保守から帰還した後、70年前のユダ王国の滅亡後荒廃していたユダヤ族衆を立て直すための準備はすぐに行われた。帰還者たちは42,360人の団体を作り、ユーフラテスの川岸からエルサレムまでの長く陰惨な4ヶ月の旅を終えた。彼らは強い宗教的な衝動によって、 彼らのすべての出来事で活気に満ちており、したがって彼らの初めの懸念の一つは彼らの滅ぼされた神殿を再建し、コルバンとして知られる生贄の儀式を復活させることによって古来からの崇拝の建物を復旧させることだった。総督であったゼルバベルの勧誘において、六万千、打陸の金と五千ミナの銀及び祭祀の衣服百着が神殿再建の工事のために寄付された。 彼らは、初めに建設し神への捧げ物を報じていた第一、神殿が立っていたのと同じ位置に、第二神殿を築こうとし、古い神殿の場所を占有していた瓦礫を片付けた。そして、紀元前535年の建設を開始してから2年、2ヶ月目に、第二神殿の土台の建設が始まった。この大きな運動において広い関心が感じられたが、傍観者たちには、 複雑な心境で見られていた。サマリア人はこの仕事において、協力の提案を行った。しかし、ゼルバベル及び宗教的指導者たちは、ユダヤ人自身の手によって、協力なしに神殿を作り上げなければならないと考え、協力提案のすべてを断った。すぐに、ユダヤ人に関する悪評が広まった。エズラ機の第4章5節によると、 サマリア人は彼らの目標を妨げようとし、その仕事が続行不能となった結果、エクバタナ及びスーサへと死者を送った。その7年後、ユダヤ人の祖国への帰還と神殿の再建を認めたキュロス2世が死去し、彼の息子のカンビュセス2世が後を継いだ。彼の死によって、ニセスメルディスは約7から8ヶ月の間王位を占有し、その後紀元前522年に、 ダレーオス一世がペルシャの王となった。ダレーオス一世の統治2年目に神殿を再建する。仕事は再開され、預言者ハガイとゼカリアによる真剣な助言と警告による激励の下で完成に持ち込んだ。補修から帰還してから20年以上後の紀元前516年の春には奉励の準備ができていた。神殿はダレオス一世の統治六年目のアダルの月の三日に、 完成したが、それはユダヤがもはや独立した民族ではなく外国の影響を受けているということを明白にした。破壊書には第二神殿の栄光が第一神殿のそれよりも大きくなるという予言が含まれている。ローマにあるティトスの凱旋門の内壁に書かれた神殿からの戦利品を運ぶローマ軍の凱旋式聖書の記述によると、生物の一部は第一神殿の破壊の後失われ、 第二神殿では以下の物品が欠如していた。第二神殿において、イタリ聖書は第一神殿のように壁で切り離されるのではなく、カーテンで仕切られた。しかし、ユダヤ神殿のように第二神殿には以下のものが含まれていた。第二神殿もまた、バビロニア人に取られたがキュロス二世によって回復された、多くの金の細部を含む。しかし、ユダヤ人の伝統によれば、 第二神殿には、はじめに存在していた、シェキナ及び精霊が不足していた。アレクサンドロス三世による、ユダヤ征服から、シリアの王アンティオコス三世が、パニオンの戦いで、エジプトのプトレマイオス五世を破った。紀元前200年までの間、ユダヤはプトレマイオス朝エジプトの一部であった。この戦いの後ユダヤはセレウコス朝シリアの一部となった。 エルサレムの第二神殿が略奪され礼拝が止まった時、ユダヤ教は実質的に非合法化された。紀元前167年、アンティオコス三世は神殿にゼウスへの祭壇を築くよう要請した。彼はまた滑稽を禁止し、神殿の祭壇で豚を生に家に捧げるよう命令した。セレコース朝に対するマカバイ戦争の後に第二神殿は脱会され、 ユダヤ人王朝であるハスモンアサの宗教的な柱となり、ユダヤ人の祝日であるハヌカーと文化的に結びついた。イスラエル博物館にあるヘロデ神殿の模型ヘロデ王の下での神殿の再建は神殿の丘の大規模な拡張から始まった。宗教的な崇拝と神殿での儀式は神殿の再建が行われる中、続けられた。ユダヤ族衆の大規模な反乱の後、 70年のエルサレム行為戦においてティトス率いるローマ軍団によって神殿は破壊された。これを記した最も完全な古代の記述はヨセフスのユダヤ戦記である。後のローマの属州総督は神殿の遺構を使って宮殿やユピテルの神殿、ビサンティン教会を築いた。そのような神殿の遺構は687年から691年の間に 岩のドームが建設されるまで解体されずに残っていた。祭壇に加え、岩のドームにつながる階段を含む地上に出ている。神殿の遺構はいくつか残っている。神殿自体は、京岩のドームがある場所に建てられており、出口の門は、アルイコールアクサーモスクの近くにあった。ジェームズピソエルサレムの再建とヘロデ神殿南の壁と王の中楼の模型、ヘロデ神殿の建設は、 紀元前一世紀の大きな建設事業の一つであった。ヘロデ大王はこの事業を通じて彼の名を永遠のものにすることに関心を寄せており、彼の事業は非常に広範囲にわたるものであった。彼はマサダ、カエサレアおよびティベリアに荘厳な宮殿を有していた。彼はヒュダヤ人の民衆に貢献するために様々な異教徒の神のための神殿を建設し、その資金は 地元のユダヤ人に従税を課すことでまかなわれた。しかし、彼の事業の最高傑作はエルサレムの神殿だった。ゼルバベルによって建設された古い神殿は、華麗な建築物に取り替えられた。ヘロデ大王とユダヤ教の宗教指導者との間で、建設中のすべての機関においてコルバンと呼ばれる、生贄の儀式を続けられるようにすること及び、神殿自身の建設は、 コハニムによって行われることとする合意がなされた。森屋山は北部に大地上の地形を有しており、南部は急斜面であった。ヘロデ大王は、この山のすべてを巨大な四角い祭壇に変えるという計画を立てた。神殿の丘は当初、幅1600フィート、高さ900フィートの9階建て、壁の高さ16フィートという計画であったが、計画通りに実現しなかった。 計画を完了するために、掘りを山の周りに掘り、巨大な石のブロックを積み上げた。ブロックのいくつかは100トンを超え、最大のものは4 4 6 1 1 6 5フィートの、サイズで567トンから628トンもの重量であった。ほとんどのブロックは 2.52.5×15 フィートの、サイズでおよそ28トンであった。ヘロデ大王は、ギリシャ、ローマ、 エジプトから建築家を呼び、建設の計画を立てさせた。ブロックはおそらく、溝を掘るためにツルハシを用いて切り出された。その後、彼らは木の梁で打ち付け、強制的に押し出すために、水で洗い流した。彼らはブロックを正確な長方形に切り出し、採石場の時点で、そのブロックをどの場所に当てはめるかが示され番号が振られた。最終的な切り分けは、 連結部を正確につなげるためにより硬い石で作ったグラインダーもしくはタガネを用いて行われた。彼らは大牛と専用の手押し車を用いて運搬を行った。採石場が神殿から見て坂の上にあったため切り出したブロックの運搬には重力を利用することができたが、ブロックを硬化させるために制御する必要があった。最終的な取り付けは滑車もしくはクレーンを用いて、 行われた。しかし、ローマの滑車とクレーンは、彼らがブロックを持ち上げるために、複数のクレーンを使ったかもしれないように、単独でブロックを持ち上げるには、強度が不十分であった。神殿の建設によって、山の高さが上昇しだしたため、西側ではブロックは、垂直な壁から離れて切り出されており、ブロック面の事実上の増築のために、ブロックの切り出しは、北の斜面が、 地上に到達するまでの間しばらく続けられた。森屋山の北側のアントニウスの丘の一部は神殿の丘に組み込まれ、その間の谷は埋め立てられた。それが森屋山の頂上の小さな平地よりも大きくあり得たように、神殿の建設は巨大な地下のアーチの建設から始まった。嘆きの壁のトンネルを歩くとわかるように、その時点での地上部分は現在の高さよりも低く、 少なくとも20フィートであった。伝説によれば、すべての建物の建設は3年続いたとされるが、ヨセフスのような他の情報源では、建設期間をより長く取るように述べている。イエスが、杉越祭りで神殿を訪問した際、ユダヤ人は、神殿の建設が46年かかったと述べている。ロビンソンアーチ、ヘロで大王によって作られた王の中老の入り口の、 以降ローマ帝国の遠くの地域から、ユダヤ人は、ヤッファの港に、ボートで到着し、そこで生徒への3日間の旅のためのキャラバンに加わり、そして多くのホテルや宿から一つの下宿屋を見つけた。一夜の宿は保証され、金を両替したら、巡礼者は、犠牲の動物を購入し、翌日のイベントに備えた。神殿の白く輝く、大遺跡は、 都市の壁の外の井戸からでも見えた。建物のスケールは印象深く景観を支配するように設計されており、エルサレムの中心となった。ヘロデ大王の宮殿近くにある三つの大きな塔でさえ比較的小さく見えた。巡礼者が初めに行うことは、神殿の丘の南側にある公共の入り口に向かうことであった。そこで犠牲の動物を預け、 自身を清める儀式を行う場所であるミクワーを訪れた。その後、巡礼者は自身の犠牲の動物を返却され、古田門に向かう。3階の高さの階段を上り門を通り抜けると、巡礼者はヒユダヤ人の庭にたどり着く。この領域では主に行商人が記念品や犠牲の動物、食品の販売並びにローマのティリアンシェケルを交換するための通貨の 両替などを行うバザーが置かれていた。両替屋が置かれていたのは、ユダヤ人は彼ら自身のお金を儲けることが許されておらず、また彼らはローマの通貨を支配者による忌まわしいものと見ていたためである。建物を見学するガイドも提供されていた。ユダヤ人の男性には、神殿内部を見学する特別な機会が与えられていた。 白い麻のローブとチュブラーハットを身にまとった公園は、神殿に散らばって巡礼者を誘導し、どのような種類の犠牲が取り行われるかを彼らに助言していた。非ユダヤ人の庭は、王のポルチコであり、行政上の1、4の市場と品豪区が含まれていた。その上の木澤橋では、通行とは、越見式を行い、公園及びレビジンは、様々な雑用を果たした。 観光客は非ユダヤ人の庭からそのイベントを見ることができた。庭の東側にはソロモンのポルチコがあり、北側にはユダヤ人だけが入ることのできた巨大な石の構造物で公共の場から切り離された装具があった。神殿自体は装具の中にあった。ヨセフスによると神殿には銃の入り口があり、南に4つ、北に4つ、東に1つと、 女性の庭からイスラエル人の庭までを東西に導くニカノール門と名付けられた入り口があった。その門は西から東へと向かう南側にはフューエルゲート、はじめの門、水門があり、東から西へと向かう北側にはエホヤキンの門、オフェリングゲート、女性の門、歌の門があった。東側にはニカノール門があり、大部分のユダヤ人の来訪者は、 ニカノール門を通って神殿に入った。装具のいくつかは現存している。この領域内には、男女すべてのユダヤ人の入場が許可された女性の庭があった。儀礼状穢れとされる公園でさえ、様々な任務を果たすために入ることができた。ナジル人のための床屋のみならず、ツァーラーと患者のための場所もあった。神殿の最大の庭では、工場的に歌や、 踊りや音楽を見聞きすることができた。イスラエル人の庭には男性しか入ることが許されなかった。聖職者の庭における犠牲の儀式はここから見ることができた。聖職者の庭はレビ人の聖職者のためのものであった。神殿の入り口からベールをかけられたイタリ聖書の間にはメノーラー、甲を焚く祭壇及び様々な道具のような有名な器具が置かれた。 ローマ人によるエルサレムの包囲と破壊66年、ユダヤ人はローマ帝国に反乱を起こした。4年後の70年、ティトゥスに引きられたローマ軍団は、エルサレムの大部分と第二神殿を再占領し、その後破壊した。ローマにあるユダヤ戦争におけるティトゥスの勝利を記念したティトゥスの外戦門は、メノーラーを含む神殿からの戦利品を運ぶ兵士と、 共に外旋式の様子が表されている。ユダヤ人は、エルサレム市街が破壊された後も居住し続けたが、135年に、バル国バの乱が集結した後に、アエリアカピトリナと呼ばれる、新しい街を建設した際、ハドリアヌス皇帝によってエルサレムは壊滅させられた。1967年以降、考古学者たちは、壁が神殿の丘を囲むように広がっており、 第四門近くの都市の壁もその一部であったことを見出した。このように嘆きの壁は第二神殿の唯一の遺構というわけではない。エドワード・ロビンソンにちなんで名付けられたロビンソンアーチは祭壇の頂上と遠く離れたより高い地面との間を渡されたアーチの視点として現存する。これは聖職者たちに神殿の入り口として使われた。一般人は 現存しているが塞がれている南側の門を通り、祭壇の頂上へと繋がる中楼を通り抜け、誘導された。これらの中楼の一つは現存しており、神殿の丘を通って到達できる。南部の壁は壮大な入り口として設計された。考古学的発掘により礼拝者が清めの儀式を行うための数千ものミクワーや神殿への壮大な階段が発見された。 壁の内側では、神殿はソロモンの旧社と呼ばれる現存するアーチ道によって支えられている。ソロモンの旧社の枠符による修繕事業には多くの異論が出ている。神殿は日中に輝く白い大理石を輸入して作られた。2007年9月25日、イスラエル考古学長の考古学者であるユバル・バルークは神殿の丘で神殿を建設するための石を ヘロデ大王に提供した可能性のある採石場を発見したと発表した。発見されたコイニや陶器、鉄の支柱から採石場がおよそ紀元前19年のものであると証明された。考古学者のエフドネツェルは切り出された石の大きな外形は何百もの奴隷によって加工されており、大きな公的事業であったという証拠であると確認した。 紀元前515年の第二神殿が建設されてから70年。聖書の権威や法及び宗教的道徳の中心的役割、シナゴーム、目視録的な予言の起源はすべてこの期間のユダヤ教で発達したものである。ありがとうございます。